皆さんこんにちは。今ですね、私は妊娠6ヶ月で21週目に入ったところです。で、体は順調にね育ってるんですけれども、我慢しないといけないことが多いです。食事とか食べ物、飲み物ですね。飲み物はやっぱりアルコールは一切取ってないですし、どうしてもっていう時はノンアルコールビールとかノンアルコール系の美味しいジュースがね売ってるので、そういうのでねしのげるんですけれども、食べ物ですね、大好きなお刺身、生魚系を今我慢しております。やっぱり食中毒とか怖いので、なんちゃらっていうのにかかると赤ちゃんに直接影響が及ぼされるそうなので、もう大好きなお寿司、生魚はちょっと我慢しております。座り中にね、カツオのたたきだけしか食べれない時期があって、それだけカツオのたたきゾーンに入ってしまったので食べてた時期はあったんですけれども、子育て中もね食中毒になったらあかんので、しばらくは生ものを食べられません。でも食べたい。この時期になると秋鮭がいつも行くスーパーにね並んでるんですよ。で、秋鮭というか秋鮭から取れたイクラ、スジコがねもうすっごいキラキラ光ってね、このスーパーに陳列されているんですよ。で、いつもやったら毎年毎年それを買って自分でねイクラを作ってイクラ丼食べるんですけども、今年はできないので、イクラ欲求をですね旦那のリオナリ君にぶつけたいと思います。私の代わりに食べてもらって、私のイクラ欲求を満たしたいと思います。リア君、はい、目を開けてください。すごい寝起きで眠いです。ちょっとすごいもの用意したので見てください。なんだ、行きますよ。はい。おおおおおお。これっていくら丼です。いや、あのイクラ？そう、初めて見た。なんで初めてなの？男らしいな。あー、すごい。いや、すげー、輝いてる。しかもすごい量じゃない？うん、どうしたのこれ。これ私がスジコからイクラにしました。だからめっちゃたっぷりあります。この前コストコで俺がイクラ塩漬け買ってってなったけど、うん、エビかどっちかにしなさいって言われて、そう、
じゃあエビで釣ってイクラをしょんぼり置いてきたことを覚えてたのか。そうです。また買ってあげるからって言ったでしょ。作ったの？作りましたよ。うわーすげー。そして私は食べませんから。え、あーそうか、イクラは妊婦的には良くないのか。いや一応まあ生ものなので、でも新鮮やで、新鮮やけど、うん、一応怖いから。なるほど。食べませんので、その食べたいけど食べれないこの私に向かってですね、うん、美味しそうに食べて、めっちゃ美味しそうに食レポしてください。そんなに、そんなに大丈夫なの？それで我慢する。いい、それいいの？そんな、うん、大丈夫？うん、いいね。きつくない？私はこの動画を繰り返し見ることになんねん。もう食べたいってなった時この動画を見て精神を満たすから、うん、とにかく美味しそうに食べてくれた私は満足ですから。じゃあ喜んで食べたいと思います。腕まくり。え、本当にいいの？いいよ。もうむしろ食べて、豪快にね。本当？うん、美味しそうにね。はい。やべ、ハードルが。よーい、スタート。いくら丼いただきます。はい。あー、綺麗。寒い。あー、いいね。本当かい。じゃあ、はい、いただきます。はい、いくぞ。後悔すんなよ。いいよ、行ってください。いきます。バーケーション。おー、行くね。バーケーション、バケーションやってる。うわー、イクラが落ちちゃう。うわー。あー、どう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 、どんな感じ、どんな感じ。おー、うめ。うまー、あ、めっちゃうまい。どん、あ、何味、何味。うん、いくら、いくら、いくら、え、何味。もう食べたことない人に食レポする気持ちでやって、もう詳細に知りたいねん。食べたことない、いくらを。魚卵の味がするね。醤油、醤油加減はどう。絶妙です。これ醤油とみりんとお酒ですか。と、だしも入れました。うん、確かにほのかに出汁が香る、うん、あのね、イクラめっちゃプチプチだ。うん、そうやろ。うん、新鮮。うん、もうすじこから作りましたから。すごいね。うん、そうやね。めっちゃうまい。おいしい。うん、どう、おいしい。うん、めっちゃくちゃうまい。弾ける瞬間どういう心境。あれ、ちょっと心境。うん、プチってなるやろ。口の中で、うん、そうなったら どんな中バッてなる。でも違う。最近さ、うん、あのアニメのさ、トリコを見てるからさ、うん、求めすぎじゃない。トリコ感を。トリコとかでさ、泣くじゃん、食ったら。なんだこれ。このイクラのジューシーさ、血液を流れてって慎重にたどり着くまでの時間が約何秒、それ以上の早さで旨味のドーパミンが駆け巡るのが分かる。それそれそれ、やってほしい。人生のフルコースを作って、これが俺のフルコースだっつって。いや、これいいよ。うわー、美味しそうやね。うん、めっちゃうまい。ちょっとスローで食べてくれる。スローだよ。うん、え、見せる食べ方。セルフで。編集とかじゃなくて。違う違う。ハイスピードカメラとかじゃなくて、はい、セルフで、はい、シャン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 We'll be right back.
後どうなるの。あ、それさ、映画ジョーカーの踊ってるシーンじゃない。昨日見たから。昨日見たから。うわ、美味しそうやった。めっちゃうまい。あー、喜びの舞。あ、これさ、スローでやってとか言われると忘れちゃうよ、このイクラのうまさ。全然集中できねえ。でもこんだけ食べたの、今のこんなにある。でもこんなにある。うわー、痛風なるで。痛いで、痛風なったら。まあまあでも、もう痛風みたいなもんだから。やめてよ。一応ですね、うん、あの具たっぷり血液サラサラ玉ねぎ味噌汁もセットで作りました。優しいな、ありがとう。これも食べてください。あ、美味しい。寝起きにすいませんね、うん、いやいや、めっちゃ幸せな朝ごはんですよ。これちょっと晩にやられるとあの太っていくのでね、うん、朝食べてしっかりカロリー消費してと思って。めっちゃいいわ、おいしそう。めっちゃいいや、そこは。もう解禁したらさ食べるねん、うん、でもね、別に食べるなとはお医者さんに言われてないよ。その可能性があるからでしょ。そう、食べるなって言われてんのはマグロと金目鯛とアルコール、カフェイン、うん、だけやけど、やっぱりね、やっぱり一人の体じゃないと思うと食べれませんよね。だから出産し終わったらいっぱい食べよう。うん、まあ食べなかった分の貯金が溜まってるから。うん。そこで。でも一口分だけは残してんねん、いくら。それは食べるな。いや、迷ってんねん。迷ってんの。皆さん、あの人それぞれの考え方なんでね、全然お寿司食べますっていう妊婦さんももちろんたくさんいらっしゃるし、どれが正解かわからないので、うん、もうほんまに自己流でしかないのでね、うん、なんていうのかな、わ、この人食べてなかったのにこの人食べてるとかね、そういうのはもうないので、皆さん医者、お医者さんのね言うことを守って最低限やってますんでね、食べようかな。美味しそうに食べるね。うん、うまっ。よかったよ、美味しそうに食べる人が旦那さんで。よし、寝れた。え、寝んの。仕事行け。星屑さら